どうも、ハオの幸太郎です。本日も副音声100時間エイペックスやってまいりましょう。さあ、早速これは敵追い込まれたとかね。敵来てるよ。まあ、開くのすぐやめなさい。謎ぴょんぴょん始まったけど。さあ、敵背後に向けて開けないようにしてしっかり巻いていこう。はい、エグバン出て。はい、操作ミスです。はい、これはもうやらダメだね。最近ね、謎の腰打ちが癖になってきてるんだよね。本当に良くない、マジで。どうなんだろうね、腰打ちしていい距離、腰打ちしちゃいけない距離っていうのは多分あると思うんだけど、でもジブラルタルだからね、基本ちゃんと覗いてもいいんじゃないのかと。ほら、覗いてないか、シールドがないから、なんか活かせてないよね、ジブラルタルの良さっていうのを。さあ、ここ。さあ、ここ。アケちゃんノックしてる。さあ、左見て、なぜか当たないよ。当たない。ちょっと当たって。ちょっと当たって。すぐ引いて。いい位置だよ。あー、もう、それはもうお前のせい。さあ、動きされてる。そこ、もう、すっぽんぽんとこだよ。すっぽんぽんとこ。さあ、シールドを出したなら巻いてほしいな。ドーム出したなら巻いて。まあ、いいだろう。一人行って、巻こう。負け負け負け。あー、敵だね。おしっかり当てて。ナイス、素晴らしい。負けです。さあ、負け負け。いや、いいのよ、それは。なんかね、変な癖ついてきちゃったんだよね。やっぱりこのなんですよ、ランクマッチになったとそのポイントを貯めたいっていう意識多くなってきちゃってる。惜しくなってて、それうまいんだよね。 BG 戦ってああいうのうまいんだよな、マジで。さあ、しっかり一人やって、一人ダウンしてるね。これ追っちゃうのよ。これそのポイントが欲しいから。でもね、そうするとね、上は2人になっちゃうんだよね。プラスとしてちゃんと倒せばいいだけの話なんだよ。ほんと良くない。わあ、そうなっちゃうじゃん。ほら、お前のせいだよ。さあ、ダブって。いや、ドーム焚いたならドーム内で回復すればいいのにね。何のためのドームなんだろうね。こうするとね、こう、その、戻るの遅くなっちゃうからね、結局。戦闘にすぐ戻れなくなってしまう。こういうの良くないよなぁ。さあ、すぐ前見抜いて、あれ、ずっと回して。OK、OK、OK。ちょっと遅かったなぁ。さあ、引いて巻こう。あ、でも味方行ってんなら行こうか。味方行ってんなら行こう。そう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 。なんか中途半端だな、動き方。ほら、腰打ちなんだよなぁ。いや、腰打ちやっていい部分もあると思うけどね。さあ、引いて、しっかり。自分が行けるときに行くんだよ。そう。さあ、味方やられちゃった。さあ、ここ、あ、ここしっかり乗ってんだね。さあ、一人ダウン。さあ、いいよ、今のところ。さあ、ダウンして。あっ。すぐ引いてほしいね、そこらへん。さあ、センチのいるか使ったことないよ。あ、さあ、ゴマさん行ってる。いやー、それは持ち帰ろ、銃を。なんでだ、お前。あ、もう最悪。これ最悪よ。これ最悪。あ、俺、そして、そして。はい、オープンザプライス。あ、もう最悪。ちょっとでいいんだよ、そんなのは。お前のせいだ、全然。お前のせいや。さあ、ヘムロックがいいよ。あ、もう、なんで腰打ちしてるかな、こいつ。さあ、オクタン。ワンワン。当たね、当たね。お前、やめちまえよ、お前。第1位。さあ、ちょっと当てて。ちょっと当てられてる。いや、腰打ちな。ああ、マジダメなんだよ。ダメだって。タルキ見て、自分の。タルキ見てよ、自分の。いけない、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 いけない。お前のせいや。世界ドーム使って、おい、石からファイトしてるよ。なんでそこちょっとちっちゃいの。マジだよ。え、負けよ。お前な、お前、見ろ、お前、バカ、お前。さあ、ここは。おお、おお、びっくりした。これ敵うまいわ。敵うめえわ。さあ、ここ。はい、パチ出して。操作ミスしていく。
それ突っ込みでよかったんじゃない？突っ込みでよかったんじゃない？ああ、味方に助けられていくね。自分の道具に当たってね。後ろに出ちゃうっていう。どこどこ？これどこってそれ？あの、しっかりダウンさせて。さあ、でもライフラいるからね。ライフラは。ああ、てなんか、それ当てればね。全然違ったのにね。さあ、来て。ああ、上から撃たれてる。どっから撃たれてんの？マジ全然わからん。さあ、左見て。あ、いいよ。しっかり確認して。さあ、味方行ってるよ。ちょっと遅いね、行くの。さあ、遠くから撃たれて、ドーム出して。あ、ドーム遅いな。ああ、ちょっと最悪。味方の邪魔しちゃってるからね。最悪なんだわ。いや、釣るのも遅いね。いやあ、それ左から回、右から回りたかったね。あ、そう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 。あ、まあ、まあ、結果オーライ。ここでドームでもよかったね。そう。二人してるよ。おい、一人やってくる。素晴らしい。さあ、そして、11。さあ、巻きたい。ここ巻きたいね、ちょっと。あ、おお、割って、いいよ。いいんじゃない？あ、そう、詰めない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 。おお、よかった、逆に来て。さあ、味方。さあ、この時に味方がね、全然後ろの方にいるからね、やっぱり、そんなに行かない方がよかったね。おっそ、ああ操作ミスして、あーもうそれはもう負けよ、もう負けよ、なんかもう人生で負けてる、お前最低、お前なんて負け犬よ、ゴミよあんた。なんかそう、あと3部隊、自分含めたら2部隊だね。あ、自分含めて3部隊ね。さあ食べてる。ドームが、最終ドーム小さくなっていく。ドーム出す。でも味方がね、ちょっと遠いからね、ちょっと良くなかったかもね。はい、素晴らしい。まあこれ結果オーライだね。これは本当に。結果オーライだけど、さあ、あと1部隊。いや、結果オーライだけど、まあ勝てたね。よかった。よかった、よかった。これ、7時間ぐらい経ってから7時間でやっとチャンピオンと。まあまあこういう風にね、ちょっとね変な癖ついてきちゃったね。ちょっと来週の意識はミニマップを見ること、腰打ちをあまりしないことと、やっぱ詰める時のやっぱ速度だね。あとドームの上手い出し方、ちょっとこの3つちょっと意識しながら、ちょっと今週はやってみたいね。はい、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、ぜひぜひお願いします。そして皆さんのご参加もお待ちしておりますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、また来週お会いしましょう。バイバイ。